はい、こんにちは。バリエレラのおいちゃんです。今日はですね、アルトサックスを含めたカルテット演奏をお届けします。お待ちください。いい感じですよね。はい、今日お届けするのはこのレコードになります。フィルウッズというアルトサックス奏者です。もう有名な。それでこれは1957年のニューヨークでの録音のレコードになります。ですけどフィルウッズがリーダーのでレコードではなくて、ここに、あるんですね、ポール・オーバートン、ロバートンというピアニストです。もう一般的には知られてませんね。どちらかというとコンポーザー、アレンジャー、スタジオミュージシャンですので、これ以外は、私も知りませんね。はい、ですけどこのレコードは知る人ぞ知るレコードです。先ほどカルテットと言いましたけれども、他のメンバー紹介しますと、フィルウッズがアルトサックス、それからニック・スタビラスという人、それからテニー・コティというメンバーでやってます。それでこのレコードはですね、さっきからずっとサックスが鳴ってますよね。それでですね、これはですね、見えますか？ジャズラボラトリーシリーズ、ラボラトリーなので実験ですよね。それでシグナルというのはレコード会社の名前です。それでここにボリューム2とありますので、ボリューム1もあります。これが緑じゃなくて赤で、もう1枚違うメンバーでこのジャズラボラトリーシリーズというのがあります。はい、どうしてラブラトリーかというと、これはですね、当時としては斬新だと思いますけども、今 A 面をお聞かせしてますけども、 A 面と全く同じ曲を B 面もやってるんですけども、このアルトサックスが抜けるんです。要はカラオケですね、カラオケ。このピアノトリオだけが B 面は鳴ってるんです。ですので、そのピアノトリオのバックに、この場合はアルトサックスですけども、ギターで練習してもいいし、トランペットでやってもいいし、テナーサックスでやってもいいし、ビブラフォンでやってもいいですというレコードですね。ようやくポール・オーバートンが出てきました。はい、というなかなか珍しいレコードではありますけれども、特に別にカラオケなレコードではなくて、マイナスワンという曲よく言われるんですけども、今お聴きになっている曲はスタンダードで有名なペニーズフロムヘブンという曲なんですけども、もう演奏一流ですね。もう心地いいですよね。はい、こういった今日はレコードを紹介しました。またいつかこの赤い方のやつをですね、紹介します。はい、ということで今日はポール・オーバートンのジャズ・ラボラトリーシリーズからペニーズ・フロム・ヘブンをお届けしました。ジャズはいいよ、おいちゃんでした。